関東甲信エリアの梅雨明けいつになるか皆さん予想してみてください。青色20から26日、赤色27から31日、緑8月中には明けるだろう、そして黄色明けないという4択です。ツイッターでもこのようにですね、皆さんに回答していただいております。では、まあ、予報センターの山口さんにね一番詳しいと思いますので聞いていきましょうか。はい、山口さん、関東甲信エリアの梅雨明け予想なんですけれども、はい、皆さん結構分かれていますが、私はですね、期待を込めて27から31、今月中には明けることを期待したいですが、はい、山口さんはどう思われますか？おそらくね、今月中には明けると思います。明けると思うんですけど、はい、いつなのかっていうのがね、うん、はい、なかなか難しくて、でね、今日も入ってきたちょっと図をご覧いただきましょうか。はい、こちらの図になるんですけれども、うん、これ何の図かと言いますと、これ500ヘクトパスカルの高度なんですね、はい、要は太平洋高気圧の位置をこう表したものになるんですけれども、うん、はい、これ26です。まだ1週間後、太平洋高気圧まだ強まりきってないんですよ、うん、いつ強まるんですかってなるとこの辺りなんですね。これ28日の図なんですが、7月の28日で太平洋高気圧この辺りなんですよ。で これが覆えば、はい、まあ夏空だろうと、うん、で28日以降も高気圧強そうな予想には今なっていまして、はい、まあ、おそらくこの図の通りでいくと、まあ、来週再来週の半ば、はい、ぐらいには明けるんじゃないかと思えるんですが、まだね10日先なのでちょっとこう変化してくる可能性はまだ含んでいます、はい、山口さんは赤色の27から31にベッドということ で、 そうです、ね、よろしいでしょうか、はい、おお、じゃあ私は正解はないですからね。でもこれまだね、なんとも言えないですね。開けないことも過去にはあったんですよね。過去ね、関東甲信地方でいうと、はい、1951年以降統計残っているんですが、うん、1回だけあります。1回だけ、1993年、うん、もうあの大冷夏ですね、うん、ある一定の年齢以上の方ですと米騒動、はい、タイからこの輸入するっていうのでこう大きな、まあ、問題というか話題になった年があったんですけれども、その1993年が関東甲信では唯一、はい、これまでで梅雨明けがなかった年ということになります。東北では何回かあったことがあるということで、東北ですと特に北部中心に過去そうですね、5、6回ぐらいは梅雨明けが特定されなかった年っていうのはあるんですけれども、関東以西でいうともうその98、3年ぐらいしかなくて、非常にそれは珍しいことになりますね、うん、なるほど、梅雨が明けないというのも私たちに影響があるということなんですね、そういった年はもう基本的にはもう、うん、曇り雨が8月になっても続くということを意味しています、うん、立秋より、立秋を境にですね、うん、もう季節は秋になってしまうので、うん、そこを超えてしまうともう梅雨明けがないという判断をされるんですけれども、うん、まあ、当然そうなってくると8月の半ばまで曇り雨ですので、うん、まあ、農作物とか、うん、まあ、あとは夏場のこの商業の世界ですね、うん、空調とか服とか、はい、まあ、そういった産業経済にも大きな影響が出るということになります。なるほど。